おはこんじるまーん。今回はガシャポンクエストに使えそうな最新カプセルトイをご紹介。はい、今回ご紹介するのはこちら、トイズキャビンさんから発売されたダンジョン飯の飯コレクション全6種です。いや、ジールマンね、ダンジョン飯好きで全巻家にあるんですよ。まあアニメの方はねちょっと忙しいんで全部は見れてませんが、かなり漫画に忠実ですごくいい出来ですよね。今回はそんなダンジョン飯に登場したモンスター食6種がラインナップ。オオサソリと歩きだけの水炊き、人食い植物のタルト、マンドレイクとバジリスクのオムレツ、動く鎧の蒸し焼き、そして動く鎧のスープ、ローストバジリスク、そして最後がローストレッドドラゴン。以上全6種だと思います。トイズキャビンさんなんでね、ちょっとシークレットの可能性もあるんですが、もしねその辺の情報あったらコメントで教えてください。ちなみに付属の冊子裏面にはね、なんとこのねレシピ表が付属しております。こちら正確にはディテールアップシートというものらしくて、点線に沿って切って、さらにねこの図の通りに折ってあげるとメニュー表のように立てることが可能。さらにこのようにねしっかりとレシピまで記載されてるんで、いやゲーコマですよ。ではそんなダンジョン飯の飯コレクションを早速開封していきましょう。はい、開封しました。いやなかなかにね美味しそうですよ。まあただこれね、あの発売前情報で分かってたんですけども、やっぱね24分の1には少々でかいですね。はい、ということでおよそ24分の1スケールであるガシャポンクエストと合わせてみましたでけー。まあただジールマン個人の考えとしては、食べ物が大きい分には正直あまり問題ないと思ってます。まあ、だからといってね6分の1ぐらいのでかい丼とか来るとそれはもう無理だと思うんですけども、この12分の1ぐらいのサイズだったら本当にね24分の1スケールのキャラクターたちにとってはもう超超大盛りくらいになるんじゃないでしょうか。特にほらファンタジーの冒険者でいうとね、ジールマンの世代なんかだったらスレイヤーズのリナ・インバースね、めちゃくちゃ食うじゃないですかだからいくら山盛りでも個人的にはいいかなと、むしろ絵力があって面白いまでありますよね。では改めて各種ねこの24分の1スケールのフィギュアと大きさを比較しつつ、この、ね、商品そのものもじっくりと見ていきましょう。まずはこちら、大サソリと歩きだけの水炊き。まあこの鍋のサイズ感でいうと24分の1スケールのフィギュアだとちょっとね持つには厳しいかなぐらい大きいんですけどもただまあパーティーメンバー何人かでね食べるにはちょうどいいサイズですね。それこそ今4つあるんで4人パーティーだったら意外と食べきれるかもしれません。でもって料理本体としてはねこんな感じで、大サソリの身がねほんとエビみたいにプリプリでもううまそうあとはこの歩きたけ関連ですよね。この椎茸みたいなやつが確か足ですよね。それから個人的に特に良かったのがこちら、このマロニーちゃんみたいなやつ、これスライムですよねしっかりと再現されてて素晴らしいと思いました。さあそして次は人食い植物のタルト。いやこれもなかなかにでかい。このね径そのものも大きいですし、厚さもすごいんですよこれも一つあればパーティーメンバーみんながお腹いっぱいになりますね。そんなタルト、外側はもちろん立体的で問題ないんですけども、中側これプリントみたいに見えますよね。安心してください、立体ですよこれね触るとちゃんとデコボコしていてちょっと気持ちいいんですよ。さらに一切れ切ってあるところ、こちらねちゃんと断面まで作り込まれていて、いや素晴らしくゲーコマ。まあただこちら難点としては接着されていてフライパンから出せないことですかね。個人的には自己責任でいいので、ダブったやつをねフライパンから出して切って提供するみたいな、そういうことしたかったなと思いました。さてお次はローストバジリスク。いやこれめちゃくちゃ美味しそうですよね。でこちらはサイズ的にもちろん大きいんだけども、まあ、食べ盛りの冒険者だったら意外と2人前くらいかもしれません。さあそして本体なんですけども、いやこのねほんのりついたこの焼き目とかが最高ですよ。でさらに細かいのが表面にかかっているスパイス、いやー素晴らしくゲーコマ。さらに原作通り詰め物を縫ったところまで再現されているという素晴らしい仕事ですよこれはね。でですねこれまで全般そうなんですけども、調理器具はしっかりと艶消し仕上げなんですよね。これでいうとこの戦士の鍋ですよ、
はい、こんな感じ、ツヤツヤしてませんよね。まあなのでこのローストバジリスクは若干ね、ツヤが強すぎる気はしないでもないんですけども、それでも安っぽくなりすぎないのはここのね、ツヤの差がはっきりと分かれてるからだと思います。まあただこれもこの選手の鍋から取り外しができないというのは難点でした。さあここからは後半戦、まずはマンドレイクとバジリスクのオムレット。あーもう美味しそう。ジールマンね、オムライスが大好きなんですけども、もちろんねオムレツだって大好き。それからサイズなんですけども、まあこれもね大きいけども、まあ2人いたら食べきれるかなぐらいですかね。ちなみにジールマンね、これ見た瞬間にあのポムの木のめちゃくちゃ大きいオムライスを思い出しました美味しいんですよね。さあそんなオムレツですが、こちらも本当にクオリティが高い。なんかでもこの間から湯気が漂ってきそうなぐらいのクオリティですよ。はい、こんな風に断面もちゃんと作り込まれておりますし、はい、ここマンドレイクこちらもめちゃくちゃ作り込まれております。これすごいですよね。ちなみに原作にはないんですけども、ジールマン個人としてはね、こちらダブったんで塗料でケチャップを書いてあげたいななんて思いました。そんなオムレツなんですけども、まあね、オムレツ本体やその周りに関しては特に問題はないものの、なぜかねこれだけはお皿がすごくツヤツヤしてるんですよね。個人的にちょっとこれ気になったんで、できればねツヤ消しをこう筆かなんかで塗ってあげようかななんて思います。さあそして続きましては、動く鎧のスープと動く鎧の蒸し焼きこれね、いざ並べてみて思ったんですけども、動く鎧のこれ頭部に当たるんですけども、意外とサイズ感近いですよねなのでここだけ見ると確かにガシャポンクエストの世界観にいるモンスターっていうのは、間違ってないかもしれません。そして動く鎧のスープ、これね今回のラインナップでは唯一これね個人が持つにふさわしいサイズ感かななんて思います。さあそんな2つ、まずはねこの動く鎧の蒸し焼きから見ていくんですけどもいやもうほんとシュールすぎてこれ見るだけで笑っちゃうんですよね。でもこんな感じでよくよく見てみると造形クオリティは非常に高め、特に軟質素材ながらこの鎧のね牙の部分の造形までしっかり細かいっていうのは素晴らしいなと思いました。まあただこちらね取り外しも分解もできないので、こう食事するシーンとしては非常に使いづらいなっていうのが欠点ですかね。一方でスープはね料理としてのクオリティがめちゃくちゃ高い。薬草だとか、あとねあのバジリスクの溶いた卵とか、そしてねこの動く鎧の中身なんていうのがちゃんと造形されております。そして器もこのようにねグラデーション塗装&つや消し仕上げで、とても上品な仕上がり。いやありがたい。でもってさっきも言ったように器は個人が持つにふさわしいサイズなので、あの中身を見せなければラーメンだろうが何だろうが別のものとしてねこうやって表現することも可能。これもいいとこでしたね。さあそして最後は、今回の目玉ともいえるローストレッドドラゴン、めちゃくちゃ美味しそう。サイズは一見大きいように見えるんですけども、まあでもステーキって結構ペロリと食べれちゃうんで、案外これ大食いの人だったら一人でまるっといけちゃうかもしれないくらいですかね。でもってご覧ください、このお肉の切断面のクオリティ、これマジで美味しそうですよね。まあただですよ、ただその分ねこの表面はちょっとねこのツヤ感が強すぎるかなとは思いますね。まあもちろんね架空の生き物のお肉なんで実際はどうとかは関係ないんですけども、人が見てて美味しそうに見えるかどうかっていう点で言うと、ツヤが強いですね。ちなみにねこのお肉を敷いてあるドラゴンの鱗、これのクオリティもすごい高くて、この辺こだわりを感じるマンでしたね。まあなればこそこのねステーキを取り外せる仕様にしてほしかったですね。そしたらもうこのドラゴンの鱗だけでドラゴンシールドだってできたのにと思うと、あーもうめちゃくちゃ歯がゆい。いやほんと全体を通してこのクオリティで立体化してくれたことはありがたさしかない。これなら何もない状態でも十分に納得いくクオリティだし、ちょっと気になるなって人はね自分でそのつや消しだとかなんだとか手直しすればいいだけの話。まあただね本当にジールマンを含め一部確実にねこの分離させることでもっと遊びが広がるのにって思う層がいるということだけはね届いてほしいと思いました。まあただ何度も言ってるように分離機能がなくても十分に満足いくクオリティなのは間違いない。これはねもう原作ファンもガシャポンクエスターも見かけたら回した方がいいですね。さて最後はせっかくなんで12分の1スケールフィギュアとも合わせてみました。まあ、こうやってね単体で合わせるとかなり大きいんですけれども、
動く鎧のスープ以外はどれも基本的に一人用ではないんですよね。こういったものを何人かでシェアして食べることを考えると、あ、十分に適切なサイズだなとは思います。なので24分の1スケールでも12分の1スケールでもかなり汎用性高く遊べるアイテムでした。ということで今回はトイズキャミンさんのダンジョン飯の飯コレクションのご紹介でした。今回の動画が良かった、参考になったと思ってくださった方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。